新型プジョー308はアリュールが320万円、GT が416万円。2つのグレードで100万円近い価格差がありますが、一体どこが違うのか、数えてみると30個ありましたので、1つずつ見ていきたいと思います。新型308はアリュールがガソリンとディーゼル、GT はディーゼルとプラグインハイブリッドを選べます。アリュールのガソリンが320万円、ディーゼルは344万円。そして GT のディーゼルが416万円、プラグインハイブリッドは515万円ということで、ディーゼル同士で比較すると72万円の価格差となります。72万円の差は結構大きいなという印象がありますが、確かに内外装のデザイン、運転支援機能や快適装備にはそれなりに違いがあります。アリュールと GT で悩まれている方、細かい違いがよくわからないという方はぜひじっくりとご覧ください。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目はフロントグリルです。アリュールのグリルは横バーのパーツが中心に向かってだんだんと長さが短くなっていくようなデザインになっていますが、規則正しく整列したような形状になっています。対して GT はアリュールよりも細かい横バーのパーツが互い違いに配置されていまして、フロントエンブレムに向かって集約されていくようなデザインになっています。2つ目はヘッドライトです。アリュールは LED ヘッドライトになっていまして、ハイビームとロービームの切り替えを自動で行ってくれるオートハイビーム機能が備わっています。一方 GT はマトリックス LED ビジョンということで、いわゆるアダプティブヘッドライトですね。前方の車や対向車を避けながらハイビームを維持してくれるというハイテクなハイビームで、暗い道での視認性を高めてくれます。3つ目は、これは GT だけに装備されるフロントスカートとサイドスカートです。このようにフロントリップのところとサイドですね、こちらにエアロパーツがついていまして、よりボディのワイド感だったり、ボリューム感を出してくれるというものになっています。一方、アリュールにはフロントサイドスカートついていませんので、すっきりした見た目になっていますね。これはこれでシンプルでいいなと思われる方もいらっしゃると思います。4つ目はタイヤホイールです。アリュールはホイールサイズが 225-45R17 ということで17インチです。ホイールのデザインはブラック塗装と切削ですね、この2トンのカラーになっていまして、ベースグレードですがデザイン非常にかっこいいですよね。決して簡素なデザインだとかみすぼらしいものではないです。そして GT は 225-40R18 ということで18インチですね。そしてホイールデザインはこちらもブラック塗装と切削になっていますが、それに加えて樹脂パーツも使われていて、シンプルにかっこいいなと思えるデザインです。5つ目はドアミラーです。ドアミラーの付け根とミラーの下部ですね、こちらがアリュールは無塗装樹脂になっております。これが GT の場合はですね、根元の部分もそうですし、あとミラーの下部もですね、すべてピアノブラックになっていて見栄えがいいですね。6つ目はフロントフェンダーライオンエンブレム。こちらは GT のみの装備となっております。この新しいね、高級感のあるエンブレムがボディサイドにも左右両方ともついております。一方、アリュールはエンブレムがついていません。フロントサイドスカートがないということも合わせてすっきりとしたデザインになっていますよね。7つ目、リア LED コンビネーションランプです。アリュールは3本のライトがですね、横に倒れた形になっています。一方で GT は3本のライトが斜めに倒れるような形になっていまして、近くに寄ってみるとこのように奥行きのある立体的なデザインになっています。アリュールも GT もバックランプ以外は全て LED になっています。8つ目、グレードのエンブレムです。アリュールは左側に308の社名はありますが、右側にグレードのロゴは入っていません。一方 GT はですね、右下のところに GT というロゴが入っております。9つ目、ここから内装になりますが、ステッチの使い方ですね。アリュールはシートにはグリーンのステッチが使われていますが、それ以外のところは基本的にはグレー、またこのダッシュボードの上部などにはステッチは入ってないですね。こちらは GT です。 GT はライムグリーンのステッチがシートをはじめセンターアームレストとか、あとはダッシュボードのこの辺りにも使われていまして、より華やかな印象があります。アリュールの方がやっぱりシンプルですっきりしていますね。10個目、ドアパネル内側のデザインのアクセントです。アリュールはこのようにファブリックが貼られてまして、これがダッシュボードの方にもつながっていくんですけども、
GT はここにアルカンターラが貼られています。本国の上級グレードではアルミパネルの仕様もあるみたいですね。11個目、これはすいません、画像も動画もないんですけども、フロントドアカーテシランプ、これは GT のみついています。ドアの下にですね、プジョーのマークがライトで照らされるというようなですね、おしゃれなものになっています。12個目、ウィンドウスイッチの加色です。こちらはアリュールですが、スイッチの先端に特に加色は設けられていません。 GT の場合はですね、この先端のところにシルバーの加色がされていまして、まあ、この辺はさすが GT はコストがかけられてるなという感じがします。13個目、ドアグリップです。こちらアリュールは樹脂がそのままむき出しのものになっております。 GT はですね、ここが皮巻きになっていまして、ライムグリーンのステッチもアクセントとして使われています。14個目、フロントドアステップガードです。スカッフプレートとも言いますが、こちらも GT のみの専用装備になっております。15個目、フロアマット、そして16個目アルミペダル、こちらも GT の装備になっていまして、アリュールではフロアマットがディーラーオプションとなっています。17個目、シート、こちらがアリュールですね。ファブリックとテップレザーのコンビネーションシートになっていまして、形状自体はアリュールも GT も同じなんですが、まあ、アリュールのファブリックシートもですね、決して安っぽいということはないですね。むしろ実写で見ると上質感があって良かったです。そしてこちらが GT のシートです。アルカンターラとテップレザーのコンビネーションシートになっています。ライムグリーンのステッチとか、あと背もたれのアルカンターラの部分のステッチとか、まあ、とにかくデザインもおしゃれですよね。アリュールのシートもそうなんですが、表面は柔らかめながら芯がしっかりしていて、これは長距離乗っても疲れにくそうだなという印象です。18個目から20個目ですね、運転席パワーシート、フロントマルチポイントランバーサポート、フロントシートヒーター、こちらは GT の専用装備になっています。アリュールはこのようにマニュアルでのシート調整になりますね。21個目、ステアリングホイールのデザイン。22個目がステアリングヒーターですね。こちらがアリュールですが、まあ普通にかっこいいなという印象を受けます。そしてこちらが GT ですね。ステッチがライムグリーンになっていて華やかなのと、ディンプル加工されているグリップが印象的です。それからステアリングヒーターは GT の専用装備になっています。23個目、アイトグル。GT はセンターモニターの下がこのようにタッチスクリーンになっていまして、好きな機能を自由に割り当てることができます。一方アリュールはこの部分が物理スイッチになっています。エアコンの温度操作など物理スイッチで操作できるのは嬉しいところでもあるんですが、ちょっとデザインがもうちょっとおしゃれにならなかったかなというところは正直思います。24個目、コネクテッドナビゲーション、これは GT の専用装備になっています。これまでプジョーシトロエングループのナビといえば、パイオニアのナビを後付けでモニターに映すようなものになっていましたが、今回からは本国仕様と同じでメーカー純正ナビが標準でインストールされています。それによってこのセンターモニターも横長の10インチのものになりました。アリュールはですね、ナビの設定がありません。 Apple CarPlay か Android Auto でナビを使う必要があります。ただ CarPlay の場合はこのように横長で表示されますので、見栄えはすごくいいですね。続いて25個目、ボイスコントロールです。こちらも GT のみの専用装備。 OK プジョーということで、ナビの目的地設定とかエアコンの操作をすることができます。 OK プジョー、プジョー柏まで案内して。プジョーと柏へご案内します。プジョー。26個目、クリーンキャビン、こちらも GT の専用装備です。内外気の状態をモニターしながら自動的にエアインテークを切り替えてくれるというですね、車内全体のエアクオリティマネジメントシステムです。27個目、ルーフライニングです。車内の内張りの色なんですけども、アリュールはこのようにホワイト基調のライニングになっています。 GT はブラックになっていますのでスタイリッシュですけども、まあ、どちらが好きかというのは人それぞれかなと思います。28個目、ラミネーテッドフロントサイドウィンドウ、これは GT の専用装備で、フロントサイドガラスだけ合わせガラスになっていまして、遮音性を高める効果があります。29個目、360度ビジョン、これも GT の専用装備です。前後左右の4つのカメラを使った360度ビジョンが今回 308GT から初めてプジョーでは装備されました。アリュールは従来通りバックカメラの映像を合成して俯瞰映像を作り出すというワイドバックアイカメラが装備されています。まあこれでも十分っちゃ十分なんですけどね。そして最後30個目、レーンポジショニングアシスト、
これも GT の専用装備です。アクティブクルーズコントロール作動中に車線内の任意の位置をキープしてステアリングアシストしてくれるというですね、他社のレーントレーシングアシストにはない独自の機能になっています。これによって高速道路での長距離ドライブがすごく楽になるんですけども、アリュールはですねレーンキープアシストにとどまっておりまして、車線をはみ出しそうになるとステアリングに介入して車線内に戻してくれると。でレーンポジショニングアシストはですね208、2008のアリュールにもついておりますので、なんで308で省略されてしまったのかなというのは少し不思議なところではあります。ということで新型プジョー308のアリュールと GT の違い30個紹介しましたが、気になっていたところは解決しましたでしょうか。価格差と30個の違いを考慮した上でどちらのグレードが魅力的だと思いましたか。ぜひコメントで教えてください。今回の動画、新型プジョー308のグレード選びの参考にしていただけそうでしたら、ぜひ高評価ボタンだけ押していっていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。